Yo, Chazzy, it's your boy again. Coming back with the 999 Nonari Games continuation. This is the alternate. Well, alternate to what I picked, to be honest. So, yeah. Once we finish this part over here, these two, we're gonna go straight into the decision we have to make. Into these. Yeah, this is the alternate timeline, so. Yeah. Last time out, we were in a room, and this is the room, the kitchen room. Yeah. This is basically where we were last time. We got trapped in this ice room. Over here. Great. That's always great to know. What weapons do we have? Well, not weapons, items. Chunk of pork. It must have been something we can use on the grill, I think it was. But where was the grill? That's the issue. Is that the grill? What the hell, man? Dropping a knife. Where the hell was a knife? I didn't see a knife anywhere.無駄なもの、無益なもの、役立たずって意味です。ふーん、それで？なんで突然そんな英単語を？ I'm guessing not. いえ、特に意味はないんですけど、ちょうどフューティリティについて考えてたところだったので。は？どうしてフューティリティなんてもんについて考えてたんだよ。タイタニックと関係があるからですよ。タイタニックと？そうです。タイタニックの沈没は予言されていたって話聞いたことないですか？ Here comes story time with June again. You know what, just for argument's sake, I'm gonna say yes, I have. ああ、それってあれだろ？タイタニックが沈没するよりも前に書かれた小説の内容が実際に起こった事故の様子と酷似していた。はい。その小説のタイトルがフューティリティ。書かれたのはタイタニック号が沈没する14年も前のことになります。にもかかわらず、だから知ってるって。さすがに小説のタイトルまでは知らなかった。いろいろと書いてあった内容が一致してたんだろ、タイタニックの。それと、うん、だけどそれって捏造だったみたいだぜ。捏造？船の設定に関する記述は
タイタニックが沈んだ後に書き加えられたものだし、客船が氷山に激突して沈没するってとこだけは最初からあったみたいだが。でも小説が出版されたのは確かに1898年。だからそれは初版本だったんだよ。それから14年が経ち、作者はタイタニック号の事故について知ったんだ。そこでいわゆる便乗商法ってやつだな。彼は14年前に書いた小説の設定をタイタニックのそれと合うように過失修正して再版したってわけだ。そうだったんですか。そう、予言だの予知だの、そんなもんあるわけないだろう。いや、死ぬけど。でもタイタニックの沈没を予言した方はそれだけじゃないんですよ。それだけじゃない。そうです、ウィリアム・トーマス・ステッドという人が書いた小説の中にも同じようなことが。もちろん書かれたのは事故の前のことです。1886年と1892年、ステッドは氷山に激突して沈没する客船の話をなんと2度も書いたんです。両方とも救命ボートが足らずに乗客たちがパニックを起こすという内容でした。それだけじゃなんともな。当時は客船が氷山とぶつかるのもさほど珍しいものじゃなかったと思うし。まあそうですね、そういうと思ってました。でもステッドが特殊能力の持ち主だったとしたら、どうです、具体的に言うと自動初期能力なんですけど。自動初期？それってあれか、霊に取り憑かれた人の手が本人の意思とは無関係に勝手に動き始めて文章を書いてしまうっていう。そうです、そうです。そんなもん思いっきり眉唾じゃないか。でも純平君、呪いとか信じてるって。それとこれとは話は別だ。というか100万歩譲って自動初期なんてものがあったとしても、だからといってタイタニックの事故を予言できたことにはならないだろう。そのステッドとかってやつが小説を書いた時には当然事故による死者なんて存在しなかったわけで、自動初期が例の脅威によって行われるものだとするなら、一体誰が彼に事故のことを書かせたっていうの。違うんですよ。何が違う。ステッドは例に取り憑かれてたわけじゃないんです。取り憑いてたんですよ。はあ？ウィリアム・トーマス・ステッドはタイタニック号の乗客だったんです。彼はただ自分の目にした光景をそっくりそのまま描いただけなんですよ。事故が起こる20年以上前に。ああ、まあ、なんだ。その話はまた今度にしようや。でも、ほら、続きだ、続き。あい。That's a bit dodgy. Oh my bad, I went too fast there. Shit.Equals 10 equals F. A is 10, B is 11, C is 12, so it's 12 plus 10 equals 12 plus 10 plus 15, I think it was. C, D, E, F, no 16. No wait, 15, because A is 10, B is 11, C is 12.E is 13, E is 14, F is 15, yeah. Ah, this guy needs jokes.
Which place then? What? Do we just put it into the thing? Because it's 12, right? It's 12 plus 16 plus 15. So it's 31 and then 43. Yeah, I got it. There we go. Yes. Found it. Let's get it. Yes. ここは見覚えがあるぞ。Which part are we on? I think now this is the part where I just need to skip forward onto decision time, I think. If I hear the same dialogue, then yeah. エレベーターがあっちにあるってことは、あっちのドアから厨房に入ってこっちのドアから出てきたってことみたいだな。やっぱり船内マップは正しかったんですね。みたいだな。それじゃあそのマップを使って作戦会議でもするか。作戦会議？ああ、この先の進路を決めるためには必要だろう。そうだな、ちゃちゃっとやっちまおう。見たところルートは4つ考えられるな。仮にこれらを ABCD としよう。まずは A と B についてだが、 A と B は両方とも L 字型の部屋につながっているようですね。ああ、だがその2枚の扉は両方とも鍵がかかってて開かなかった。次に C 方向の通路だが、大階段の方に伸びてるな。例のナンバリングドア5の扉の方か。じゃあ別れた他の4人はこの通路の先に？いえ、多分もういないと思うわ。どうしてですか？見て、階段の方、ゲートが開いてるでしょ。さっき厨房に入る前に見た時には閉まってたはず。だけど今は開いてる。ということは、あの4人が開いたってことか。多分ね。どっちにしろ C 方向に進めば後戻りだ。あまり意味がありませんってことは、 D ですね。よし、決まりだ。 So it's A Snake Mountain and 特に異常はなさそうだ。念のためもう一つ下のフロアも確かめてみようよ。ショーブロー、やっぱりか。 D デッキは完全に水没しちまってるんだな。あの大階段の下と同じですね。水位がさほど変わっていないのが唯一の救いだな。そうね。そんじゃとりあえず C デッキに戻るか。さてと、ここには何があるのかなと。階段の正面にエレベーターがありますね。上のフロアにあったのと同じものみたいです。いや、上のやつとは微妙に違うみたいです。ほら、扉の間にカードリーダーが設置されてる。またこの妙なマーク。
これはヤシロのマークだな。は？メスのマークに鬼のような角が生えてる。だから。You really got jumped by Lowe. それで、マークが何ですって？なんでもないです。これは彗星のマークですよ。角のように見えるのはヘルメスの杖の翼を模したものです。ヘルメスだかヘルペスだか知らねえな。とにかくこの装置を何とかしない限り、エレベーターは動きそうにねえな。つまり、彗星のマークが記されたカードキーが必要ってことね。多分そういうことだと。しょうがないわね。エレベーターは諦めましょう。こっちの左側の通路はどうなんだ？わあ、扉だらけです。Hold on a second. We're not doing this again, right? こんなもんいちいち調べてたら日が暮れちまうぜ。日はもう暮れてると思いますけど。沈むとしたら太陽じゃなくて船の方だろうな。だったらなおさらやばいだろう。とりあえずこっちの通路は後回しね。その前に反対側を調べてみましょう。それじゃ来た道を引き返すか。今度は右側に行ってみるか。ここも扉か。まあ四枚だけならさっきよりははるかにマシだが。開けてみましょう。よし、そこの一番近いところから行ってみるか。鍵はかかってないな。おい、一体何なんだここは。このだだっ広い空間はよ。端から端までびっしりと。病室でしょうか。確かに消毒液の匂いがするわね。そうかも。薬品やら医療器具の置かれた棚もあるし。いや、それよりも奥の壁にあるあの4枚の扉。左端の扉には3、一つ飛ばして左から3番目の扉には7、そして一番右側の扉には8。間違いない。ナンバリングドアだなあ。3と7の間の扉にだけ何も書かれていないみたいだ。こいつは一体何を意味してるんだ。考えてもわかんねえ。今はとにかく扉を調べてみよう。ええ、そうね。やっぱりダメですね。そりゃそうよ。あっさり開いちゃったらのなりゲームが成立しなくなるもの。のなりゲーム。レッドで認証しない限りナンバリングドアは。あれ？どうしたんだ？見てよ、レッドの表示板のところサインが出てないわよ。サイン？ほら、大階段のところのレッドには出てたじゃない。誰も入ってないときにはベイケンと。ああ、そういえば確かに。でも今何も表示されてませんでしょ。ぶっ壊れてるのかな。試してみよう。無反応だな。7の扉もレッドも3の扉のレッドンか。全部同じように機能していないなんて。こいつは一体どういうことだよ。やっぱりだ、ぶっ壊れてんだよ。ゼロの野郎のメンテナンス不足だな。そんなバカな、ありえないわ。ここまで用意周到に準備してきたゼロがこんな初歩的なところでミスを犯すと思う？だって動かねえもんは動かねえんだしさ。基板が抜き取られてるみたいだよ。Oh man, like,
ニールス。I forgot Clove existed, to be honest. Why? Why did you come here? Why did you come here?それはこっちが聞きたいぜ。ではお互い情報交換といこうか。Which part is this now? というわけだ。Okay. つまりこういうことだな。お前らがここを訪れた時にはすでにレッドから基盤は抜き取られていたと。そこでこの大病室の中をくまなく探してみたものの、結局それは見つからず。だったらあっちの扉がずらっと並んだ通路の方にあるんじゃねえかと。で、探しに行ったのね。そうだ。すると探している間に声が聞こえてきた。うん、そこで声を追って大病室に戻ってみると、そう、君たちがいたというわけさ。一応確認のためにレッドを調べておくか。そうだな。装置の底の部分に細長い溝のようなものが見えるな。スリットというかスロットというか、とにかく電子部品を差し込むためのものだってのは。まあ、それにしても弱りましたね。レッドが動かなければこの先には進めないわけで。あっちの直線通路の方はどこか先に進めそうなところはなかったのか。いや、なかったな。病室なら腐るほどあったが、他には何も。病室ってことは、あのたくさん並んでた扉は病室の扉ってこと？そうだ。この大病室とは違って個室のな。あとは通路の突き当たりのところにドアがあったけど、鍵がかかってて。鍵穴のところには例の星のマークが刻まれてたよ。触れてみてわかったんだ。あれは木製のマークだね。またか。至る所にあるんだな。一体何の意味があるんでしょう。何の意味といえば、この大病室もそうだな。一体何なんだここは。この船は客船じゃなかったのか。この船はおそらく病院船なんだ。名前は多分ギガント。ギガント？何なのよそのギガントって。はい、I've heard ギガントっていうのな。20世紀初頭タイタニック号には配管も内臓も。ギガント号はそのうちの一隻。当初はタイその影響、その後損傷、それからギガント。一説によると何でもありとあらゆる遺品をその収集。しかしそれはそこでそのゴルダイン教徒。そう、そんなバカな。一世紀も前に作られた船が現存してるわけがない。まあまあ、話を聞こうじゃないの。それで、根拠は何なの？根拠？この船がギガント号だと思う根拠よ。それはお前、この船はタイタニック号と病院船、二つの特徴を兼ね備えてだ。まさか、それだけの理由？いや、まだある。何？それは、わからん。記憶喪失。まだ治ってないのね。ええ、すまんな。ちょっと待ってくれ。記憶喪失？はあ？今さら？もしかして知らなかったのって俺だけ？どうして？ああ、そうか。お前にはまだ言ってなかったな。あの大階段のところへお前がやってくる前に他のみんなには教えたんだよ。目覚める前のことを何も思い出すことができねえって。そんな。金の音か。大階段にあったあの時計の音のようだな。
時ですね。タイムリミットまで、あと6時間。時間がもったいないな。とにかく動こう。レッドの基盤を探しに行くんだ。探すって言ったって、どこを探せばいいのよ。この大病室の中はすでに調べた。すると残された場所は一つしかない。一つ？いや、一つじゃねえか。うん？ちょっと待ってよ。ここにある部屋を全部探せって言うの？安心しろ。すでに4部屋は俺たちが調べた。4部屋って？あとは8人で手分けして当たればなんとかなるだろうが。1人につき6部屋ずつ調べるや。残りは48。Yeah, I remember doing this part as well. おのおの、担当するエリアと順序は？バッチリです。時間は次の鐘の音。集合場所は大病室でいいよな。ああ、問題ない。基盤を見つけたら、とりあえず声を上げて知らせればいいのよ。時間までに見つかればいいんだけど。まあ、それだけ探しても見つからないのなら別の対策を練った方がいいってことだね。そういうこったな。それじゃ、行くぞ。1時間。みんなのところに戻らないと。あいつら、こんなとこに集まって何を？どうしたんだ？ Oh no, this is snake thing, right? 君、見てください。 No, fuck off. ベイケント。おいおい、基盤を見つけたのはどこのドイツだよ。見つけたら声を上げて知らせるって、そういう決まりだっただろ。それが…なんだよ。なんで黙ってるんだ？それがね、わからないのよ。わからない。私がここに戻ってきた時にはすでにこの状態で、その時部屋の中には誰もいなかったの。つまり私が一番乗りだったってこと。なのに基盤が…はぁ？ちょっと見せてみろ。確かに下に何か刺さってるな。他の2台は同じ。確かめてくれ。ヤシロが言った通りか。なあ、念のため確認させてくれ。ここにいるみんなは全員心当たりがないんだよな。ないですね。ちょっと待て。ニルスはどこだ？ってことはニルスが基盤を？さあな、わからん。直接聞いてみないことには何とも言えないのね。それにしても遅えな、あの野郎。一体どこを突き歩いてんだ？もしかして道に迷ってるんじゃないでしょうか？ああ、その可能性は高いな。あいつは目が見えない。そんなことありえないよ。お兄ちゃんは確かに目が見えないけど、音を聞けば何だってわかるんだから。 Yeah, might as well go here. さ、これで選択の余地はなくなった。彼の思いを無駄にしないためにも私たちは前に進まなくちゃ。そうでしょ？心にもないこと。何か言ったかしら？いや、何でもない。選択の余地、まだ完全になくなったわけじゃない。え？どういうこと？俺たち6人がどの扉に入るのかはまだ決まったわけじゃないだろう。ああ、なるほど。確かにそうね。
無駄話はもうゴリゴリだ。さっさと決めちまおう。まずはヤシロ、あんたは何番の扉に入りたい？私は、そうね、8番かしら。私のバングルナンバーと同じだし。わかった、8番。それじゃあ次は7だ。あんたは何番の扉に？俺は7を選ぶよ。そこのババアとは気が合いそうもないんでな。ああ、あんた今なんて言った？何も言ってないよ。覚えてなさい。さてと、次は誰から聞こうか。順平、お前はどの扉に？ Said door 3 last time. I'll take door 8 this time. Yeah, why not? 俺は8の扉に入ろうと思う。そうか、8だ。ああ、すると必然的に紫は7ってことになるわけだ。え、どうしてですか？なんでだよ。俺たち6人が揃ってこの先へと進むにはな、次の3通りのパターンで分かれる以外の方法はねえんだ。358で7に入り、467で8に入るか、457で7に入り、368で8に入るか、もしくは367で7に入り、458で8に入るか。これ以外の選択肢はない。要するに3と4、5と6、7と8は絶対に同じ扉には入れねえってことだ。分かったな。そんな、それじゃあ私はこの先ずっと純平君と離れ離れに。はい、そんな根性の別れみたいな言い方するなよ。離れ離れになるって言ったって一時的なものだ。最初の4と5の扉の時だってそうだっただろ。チームは2つに分かれたが、結局はこの部屋で合流することになった。きっと同じだよ、7と8の扉も。どこか先の方で繋がってると。ああ、おそらく。俺は間違いなく繋がってると思うぜ。どうしてそう思うんですか？もしも繋がってなかったとしたら、どっちのチームも9の扉には入れなくなっちまうからだ。つまりこの段階でゲームオーバーってことになる。ここまで用意周到に事を運んできたゼロが、こんなところで全てを終わりにするとは思えねえ。やつは最後の最後までこのゲームを楽しむつもりでいるはずだ。誰かが9の扉にたどり着くまでな。大丈夫だ、もう一度必ず会えるぜ。絶対に。はい、約束です。ふぅ、やっと終わったみたいだな。とにかくこれで問題はほぼ片付いたことになる。残った俺と四つ葉は自動的にどっちかへと割り振られることになるからな。なんだ、俺が7で四つ葉が8に入りゃいいのか。四つ葉、何か異論は？別に。よし、それじゃあこれで決まりだ。行こう。準備はいい？ああ、うん、行くわよ。開いた。よし、行こう。まさきさき、純平くん、何やってんの？残り81秒よ、急いで。止まったわね。くだらない。可愛くない女、絶対モテないタイプよ、あれ。この組み合わせにしたのは失敗だったかもしれないな。うん、とりあえずそうか。行き止まりね。
一応左手の壁に扉があるけど。ラボラトリー、実験室か。嫌な響きね。どう考えてもまともな部屋とは思えないわ。って言っても他に扉はなかったしな。ここを開くしかないだろう。純平くん、あ、お先にどうぞ。わかった。窓の向こうにもう一つ部屋があるのか。まるで監視部屋ね。なんだあれ。気味が悪いわね。あの人形、まるで手術を待つ患者みたいだ。ここは実験室でしょ。どっちかっていうと人体実験の被験者じゃない。まあどっちにしろ気味が悪いってことには変わりないけど、突然起き上がってきたりとかしないもんね。さあどうだろうな。なんかケーブルがぶっ刺さってるみたいだし、間違ったスイッチを押しちまったりすると。やめてよ、考えただけでもゾッとするわ。そういや四つ葉は、あいつ大丈夫か。何が。何がって、お前のことを心配してるんだ。さっきからずっと黙ったままだし。いけないの。いけなくはないが、うん、だったらほっといてくれない。うん、OK。 そういうわけにはいかないだろ。この先協力していかなきゃいけないわけだし。純平には私の気持ちなんてわからないんだよ、うん、兄ちゃんは私を置いていなくなっちゃうような人じゃないの。きっと何かあったんだよ、何か良くないことが。どうしたの。 We're about to find out。 とにかく私のことはもういいからほっといてよ。おい待てよ四つ葉、待てって。そっちはほっといてって言ってるでしょ。四つ葉上。You stupid。 待ってろ、今開けてやるからな。まったくしょうがないわね。ダメだ、行くともしないぜ。ちょっと待ってよ、簡単に諦めないでくれる。 Yes。 諦めたわけじゃない。これもおそらくゼロの企みのうちの一つだった。だとすると必ず開く方法が。とにかく調べてみよう。俺とヤシロはこっちのエリアを探すから、四つ葉はそっちを頼む。うん、分かった。 Here we go。 Wait for the little piano and look close up。 Yeah, close up, piano。 Seek a way out。Here we go. Dun, 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 dun.